ウラジオストク港は、ロシア連邦、ウラジオストクのピョートル大帝湾に面した港湾である。極東ロシアにおいて、重要な物流拠点の一つであり、アジア太平洋地区においても主要港の一つであり、また、国内航路においても主要港である。港湾管理者は株式会社ウラジオストク海上、貿易港略称 VMTP でフェスコグループの一員である。 ウラジオストクの近郊湾北西海岸に位置するロシアでは数少ない不登校である。時差、クリニッジ標準時プラス10水深はマイナス20、マイナス30メートル。完成はウラジオストク無線センター。コールサインはウラジオストク交換性で VHF67 チャンネルである。定期航路は十四航路あり、十二航路はコンテナ船、二航路は 道路,路線の航路となっている。当はバラ物、コンテナ、自動車、輸送所などが合わせて15バースある。当の水深は20から30メートルである。また低温コンテナ用の電源は600カ所用意、されてる。港湾地区の倉庫は65、9000平方メートルで、屋外は36、8000平方メートルである。自動車用造地場もある。 2014年6月には、ウラジオストク港市場最高の 47,777TEU のコンテナを取り扱った。これは、ロシア極東の港湾におけるコンテナ取り扱い量、月間最高記録となった。また同年の年間取り扱い量は 513,481TU e となり、これは、ロシア極東地区の港湾での年間取り扱い量最高記録でもある。 ウラジオストク、向かえ美湾港、マイズル港2020年9月17日より、週1往復で運航開始。運航会社は、ドゥーン商船。クレストバヤさんから、市街地方港の風景ロシア革命後は、軍港が隣接するため、閉鎖都市とされ、国内貨物を中心に取り扱っていたが、1991年に国際貿易港として開放後は、 年々外貿と内貿貨物の割合が逆転しつつある。2016年の貨物取扱量は5、63、7 0 0トンである。クレストバヤ山から湾口方向の風景。ウラジオストク港、コンテナターミナルウラジオストク港はアジア太平洋地域の重要な位置を占める。外貿取扱い貨物はスラブ、ビレット、ロール後半、中鉄、スクラップ。 コークス、洋、穀物等多岐にわたる。これらのシムケチは、韓国、日本、中国、台湾、タイ、ベトナムなど、主に、アジア太平洋地域の国々となる。内房貨物については、主に、機械、穀物、建築材料、燃料、潤滑油となる。内房貨物の、主な、シムケチは、ペトルパブルフスク・カムチャツキー、マガダン、アナディリ、コルサコフなどで、 宿地自治管区の港にまで及ぶ。ロシア帝国によって建設、開港後は自由港として運営されていたが、日露戦争後の1909年に、宴会州における日本からの影響を低下させるため、自由港としての機能を停止した。また、接下後の閉鎖都市指定など商拠として、活用されていなかったが、2015年より、沿海地方15都市に自由港制度が適用され、 ザルビのやナホとか、ウラジオストク国際空港などと共に指定を受けた。ありがとうございます。